はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、こちらです。日本酒ですね。はい、日本酒、そう、俺が大好きな越の完売の、白ラベル、まあ一番安いやつですね。こちらです。これがですね、普通にあの東京にも普通に売ってるという、値段が1500円ですね。 720ml で1500円と、まあまあ多少高いは高いですけど、まあ大体定価が多分1000円ぐらいなんだよこれね。でちなみに俺がもう一つ大好きな、八海山もね、確か値段が1400円ぐらいで、1300円ぐらいだったかな、1300円ぐらいで売られてました。八海山はね、なぜか白ラベルではなくて、本醸造が売ってましたね。で白ラベルの方はまあ、普通酒の方も売ってたんですけど、あの一升瓶のやつが売ってました。で確かに八海山一升瓶で2300円ぐらいでしたね。安いですね普通にね。一升瓶の定価だいたい2000円ぐらいか、2000円ぐらいなんで、かなり安かったですね。はい、こちらアルコール度数15度で、原材料名が米かっこ国産、米麹かっこ国産米、醸造アルコールとなってます。これね、俺がね一番好きなのはこの白ラベルなんですよ。一番安いやつね。あれ？これ精米具合書いてねえの？あ、精米具合書いてねえんだ。ちなみに製造年月日が、平成中、2017年の、7月の4日です。で、ここの酒造が、石本酒造株式会社、新潟市の江南区、の会社ですね。爽やかで力強く後口に跳ねるような抜群のキレをお楽しみいただける普通酒、晩酌の酒として地元で愛され続ける定番のお酒ですと書いてあります。ちょっとよいしょ。でですね、今日はもう一つ買ってきたものがあります。スーパーで売ってました。じゃじゃん、こちらブルーチーズ。しかも前言っていました、ブルーチーズの中でも甘口で、初心者向けのドルチェ、ブルーチーズゴルゴンゾーラブルーチーズドルチェ、ドルチェですね。これが値段600円ぐらいで売ってました。 150g 入りですね。原材料名が生乳、生乳と食塩、熟成に関与するカビが表面に広がって白く綿揚げ状になることがあります。また青カビチーズの特性上、離水を起こすことが、離水を生じることがありますが品質に問題ありませんと書いてあります。いやー、新潟の酒で一番好きなのが越の完売と八海山なんですけど、特に越の完売はかなりドライっていうか、辛口、まあ辛口なのかな、辛口っつうか、癖がなくてかなり飲みやすいところが特徴ですかね。乾杯。事実辛くはないんだよな。ただ水のような舌触りと喉越し、これ酒なんだけど、すげえ飲みやすいみたいな、日本酒が嫌いって言われる要因っていうのがやはりその香りと、なんていうかな、香りとやっぱりなんでしょうかね、こう喉越しというか、そのなんだ、口当たりの良さですかね、悪さですかね、逆に言うと、
まずい日本酒って、まあ、紙パックの安いやつとか、ね、ワンカップ大関的なやつ、とにかくなんかさ、日本あの米の匂いと、アルコールの匂い、そしてなんか口にピリピリとした、ね、刺激と、飲み終わった後のあの喉越しの喉に伝わってくるその臭さみたいなのがあるじゃないですか。それが全くもって非常にマイルド。そして甘いですね。これは辛口とかってよく言われるんですけど、俺にはもう甘いですね。全然むしろ辛いのって安酒に多い、さっき言ったワンカップ大関とかあっちの方が辛いと思いますね。僕は非常にマイルドで程よい甘さ、程よく普通に甘いですね。やっぱり日本酒ってそもそもやっぱ甘いもんですから、なんかよくね腰の乾杯ってねすげえ辛口とかって言われるんですけど、全然そんなことなくて普通に甘いんですよね。ただすげえ口当たりと水のような香りっていうか、香りがすごい。あんまりないっていう。で、やっぱりこう水のような、ね、感じします。はい、ということでね、こちらゴルゴンゾーラ、まあ、いわゆる青チーズ、ブルーチーズ。すごいなんか水が滴ってますね。見えるこれ。なんかヨーグルトでいうなんかちょっと黄色っぽい水みたいなのがあるんですよ。滴ってます。まあいいや、いただきます。あ、くさ。あ、あ、うまい。なんかほんのりとしょっぱくて、それでいてチーズのなんかうまみというか甘みのようなのを感じますね。あ、うまい。これやっぱり俺が食ったのはあれだ、ドルチェじゃなくてなんか難易度高い系のやつだ、上級者向けのやつだ多分。あ、うまい。これはうまい。臭みもそんなにないですね。うん、俺が前食ったのね、本当にね下水道のようなね臭みしたんですよ。うん、本当にこれ食べ物っていうレベル、もはやゲロじゃないんだけど、なんか下水の腐った水の排水の匂いですね。土分とかの、これはね、しょっぱい。うん。で、香りもそんなに、カビの香り。難しいな。いや、美味しいですよ、これ、普通に。うん、あ、全然ドルチェはいけるわ。ゴルゴンゾーダはドルチェいけるわ。ブルーチーズはね、本当にこれドルチェ買った方がいいぞ。マジで。ゴルゴンゾーラドルチェ。これはうまい。普通に俺がね、うまいっていうレベル。うまいって言えるレベルのチーズですね。うん。わかった。俺がさ、昔さ、職場でさ、仲良くしてた同僚がいるんだけど、
35歳ぐらいの、当時35だから今は40歳ぐらいか。なんかさ、ブルーチーズうまいよねとかってさ、やけに言ってくるやつがいたんだよ。絶対これだろ、ドルチェ食ってただろ、確実に。どうせあれだろ、にわかだろお前。ドルチェ食ってなんかブルーチーズ食った気になってたんだろどうせあいつで。俺がクソまずいよって言ったのよ。あのうまさわかんねえかとか言ってドヤ顔してたんだけど、ボケ、おめえの方が分かってねえんだよ。うん、このカビの部分を食ってもね、まあ確かに、まあ臭いって言えば臭いんだけど、あのそんなでもないですよね。うん、別に食えるレベルのこの香りっつうのかな、食えるレベルの香り。推しの完売と、うまいなやっぱり。腰の完売で一番高いのが大吟醸の超特選ってやつですね。軽快さと淡い香り、そして旨味を体感できるこだわり抜いた大吟醸酒、腰の完売の最高峰と言うべき商品です。これクソ高いんですよ確か。これ1本いくら、精米具合 30% だから米を7割削ったってことです。希望商売価格が 500ml 3670円で 720ml が5200円だから、まあ、これの定価ですよそれは、あくまで。うん、実際販売価格は定価ではほとんど売ってないんで、まあ新潟県だったら定価で売ってるところはあると思うけど、まあ手に入らんでしょうね。でもう一つ高いのが、純米酒の純米大吟醸ってやつね。で金麦ってやつです。これも恐ろしく高いですね。こちらは精米部合 35% に磨いた山田錦を使ったほのかな吟醸香と深く繊細な飲み口が特徴の純米大吟醸酒。これね、なんと 1.8 リットルが1万円ですね。720ml でも4300円。これ一番高いんじゃないか、これ。よく見たら。腰の完売の中で多分一番高いですね、これね。で、今飲んでるのがこれです。で、あともう一つ高いのがあるのか、そうそうそう。実は腰の完売でですね、10年古酒っていうのがあるんですよ。違う、10年古酒で、しかもおつ焼酎っていうのがあるんです。名前がおつ焼酎ってやつですね。いわゆる米焼酎でしょ。もともと古酒おつ焼酎は開発当初より10年熟成を目指していまして、そのため平成15年の設備、技術を整え、平成25年に初出荷を迎えたことを、この10年古酒、乙焼酎は、石本酒造にとって長く深い思い入れのある焼酎です。熟成の効いたアルコール度数 43% の滑らかな口当たりをお楽しみください。米印、極めてわずかな量で長期、貯蔵しているため、ごく限定商品とさせていただいております。恐ろしいな、これいくらするか分かったもんじゃねえぞ。あ、でも定価は安い、 720ml 6500円なんて、まあ、安いって言っても多分これが一番高いでしょうな。うん、だってこれで一升瓶じゃなくて、これ4合瓶だっけで、6500円でしょ。しかもそれが定価でしょ。
まあ、10年熟成させながら、まあそれぐらいするでしょうな。これはこれは大変なことになりそうだ。多分一番高いでしょうね。見た限りでいくと、やっぱりこの10年熟成の焼酎が一番高いみたいですね、この会社の中ではね。他にもまだ梅酒とかもあるみたいですね。梅酒だとか、このおつ焼酎の5年熟成バージョンもありますね。で、今飲んでるのがレギュラー酒というところで、普通酒、白ラベル。目指すところ、晩酌のお酒だからこそ料理に寄り添い、飽きずに楽しく飲め、次の日に残らないお酒であること。普通酒といえども、米を磨き、吟醸作りの技術を基本に低温で長期間じっくりと発酵させて丁寧に仕込んでおり、最も身近で飲み応えのあるお酒です。力強く抜群の切れ味から、常連のファンからは、シリピンのお酒とも呼ばれています。原材料500万石。これ500万石って読むんだけど、これよくわかんないんだけど、原材料米が500万石で合ってる。原材料米が500万石、過去新潟県ほかとなってて、精米部合が 58% か。普通酒で 58% も磨いてるってすごいよね。逆に普通酒だと大体 70% ぐらいでしょ。うん、すごいですよね。普通酒なのにさ、 58% までさ磨いてるってすごいな。アルコール度数15度、日本酒度がプラス6。希望商売価格が 720ml で960円だそうですね。1000円切ってんのか。で 1.8 リットルで2030円。なるほどね。これね、ヤフオクとかで見るとすげえことになってる。腰の完売。腰の完売、おつ焼酎とかでググりますよ。大変なことになってるかも。落札相場一番高いやつ、あの10年熟成のやつ。あれ、そもそも出回ってないんじゃね。あ、ありました。あれ、そんなでもない。あれあれ、10年越しなのにバカな、うっそ。10年越しで落札されたのが4320円で、送料がいくらだこれ。多分送料1000円ぐらいだろう。送料は一律800円だって。だから5000円ぐらいで出せば買えるんだこれ。あへぇ、10年熟成なのにマジで買おっかなっていうレベルだ。それ定価より安いじゃん。マジか。じゃあ普通の腰の完売でググってみましょう。腰の完売の多分一番高い純米酒の金麦ってやつね、を調べてみますと、でも意外と安いですね。だいぶあれですか、日本酒のブーム去ったかな。だいぶ日本酒のブーム去ったくせえな。今はあれか、あれか、芋焼酎か。今はってもう遅いか。芋焼酎のブームいつ終わるのマジで。俺早く
魔王はもう飲んだからいいけどさ、なんだっけ、あのー、3M のあの森井蔵とあとなんだっけ、ミエ M だからなんだ、魔王はもう飲んだ、忘れた、森井蔵飲んでみてんだけどマジで。あ、でも買えるもんだな。星の乾杯の超特選2本セットで6000円で売ってるもん、すっげえな、安っ。大吟醸で1本3000円で買えるんだ。はあ、マジで。マジかよ、日本酒ブーム去ったくせえな。獺祭とかまだ高いか。でも獺祭とかまだ高いよね。今日行ったそのスーパーで普通に獺祭は売ってたんですけど、値段3000円ぐらいでしたね。これの、4合瓶で3000円とかでしたね。3600円とかしました。たっかーと思って。絶対買わねえなと思った。いまだに獺祭高いよな。獺祭は高い。金木。金木が。一本7000円。あれ。いや、2本セットで4700円とかで売られてんな。え、どういうこと。うわ、製造年月日が2011年のやつ売られてる。超安い、880円だって。そりゃ買わねえよ。製造年月日今から6年前って確実に腐ってるだろ。なんかやけに安いなと思ったらさ、え、500円とかあるよ。何これ。あー、製造年月日がやっぱり平成14年とかな、あの平成じゃねえ、2014年だから今から3年前とか4年前近くないですか。それはやっぱ安いんだね。500円とかある。だって720ml500 円とかある。古酒だな。でも未開栓だったらまだ腐んねえか。日本酒ってどうなんですかね、未開栓だと腐るんですか。未開栓って腐るのか。でもそれで安いんで500円とかで買えるんだったら買おうかな。未開栓で500円とかクソ安いぞマジで。頭おかしいほど安いやん。この金木、純米大吟醸金木が、1.8 リットルで5444円。安い。うん。なるほど。ちょっと金木ちょっと探すか。いや、金木はあれか。よくよく考えたらあれか。ちょっとごめん。さすがに3年前とか変わっちゃいけねえレベル。これよくよく考えたら純米酒だった。純米酒って冷蔵庫保存が基本なんですよ。火入れしてないから、ね、そりゃダメだわ。確実にもう下手したらもう確実に大変なことになる。よくこんな保存してきたな。だって常温で保存してたら多分あれだぞ、瓶が破裂するで、バーンって。こっからさ、パーンって。絶対純米酒だったら。だってそりゃそうだよ、そりゃそうだよ。
これ常温で保存したらあかんやつやん。ずっとあのよく考えたらこの静止とかだったら全然大丈夫。多分1年どころか、まあ3年どころか10年ぐらい保存しててもあの未回転だったら問題ない。だけどさ、純米酒だぜ。純米酒をさ、もし常温保存してた、でもこの出してるってことはやっぱり常温保存じゃなくてあれなんか冷蔵保存なんかな。冷蔵庫保存されてんのかな。え、それだったらちょっとマジで俺冷蔵庫保存だったらマジで本当にあれだよ、俺欲しいよ安いやつ。星の完売何買おうかな。こんな安いと思わなかった。何にしようかな。これ動画アップする前にあれだな、落札しとかねえとバレるぜ。確実にバレるぜ。バレてあれされるから、取られるから。ちょっとこっそり純米の、じゃあ純米はいい、大吟醸にしようか。大吟醸、大吟醸たっけ、ダメだ、たっけ、計4000円ぐらいする。ダメだ、あの賞味期限が切れた系のやつは多分ないわ。やっぱ賞味期限が切れるとあかんって思って安くなるっていうことはやっぱり純米酒なんだ。無垢、無垢、無垢探すか。無垢、違う、それじゃない。あ、ないですね。ないです。うん、ないですね。そんなうまい話はまだ残ってなかった。ダメだ、そんなにうまい話じゃねえわ。あーし、まあいいか、もういいか。この後はちょっとニコ生だな。ニコ生で酒飲み配信しよう。にゃっちゅんちゅん、これ以上グダグダやっててもあれだからな。コクはあんまりないっすね。で、甘みは割と強いと思うよ。香りはそんなにないと思う。これはやっぱり日本酒ではもう別格レベルでしょ。これは別格、これが日本酒で一番うまい可能性が、星の完売は一番1位か2位を争う。2、3、3、5です。ご視聴ありがとうございました。